感染の再拡大が懸念される中三連休最終日の今日函館市の朝市ではにぎわいは見られませんでした函館朝市の中でもお土産店が立ち並ぶこの通りはいつも多くの観光客でにぎわいますが今日はそれほどのにぎわいは見られません朝市の関係者によりますと年末年始の間は多くの客が訪れたもののこの三連休は人出がかなり減っているということです 海鮮丼などが人気の飲食店では、連休の売り上げに期待していましたが。予想を下回る客足に、肩を落としています。コロナ、やっぱ数もちょっと増えてきたっていうのもあって、ちょっとキャンセルっていうのも増えて。きてしまったので、ちょっと三連休はやっぱり。見越してたんですけど、ちょっと期待以上ではなかったですね。 函館市の感染者は先月から昨日まで合わせて3人にとどまっています。